Welcome to the world of Street Fighter 3. じゃあ僕らプレイヤーリストだけ書くんでちょっと本当にあ違うとしますよね。ドーパスゴリさん、タップスカルト、今日はしばらくね、勉強のためにタックスエレナ対ロシヒカリさんのヤン戦を見ていきたいと思います。解説とかはできるほど分かってないんですけども、私はチューパンチのモーション見られてたんで、来島派遣を入れ込まれてしまいました。ちょっとあの距離感で出す技ではなかったかもしれないです。うまい。今ジャンプ中継でジャンプ中継出してれば、なんだっけ、トロザン潰しながらブレイブダンスに移行できましたね。しかし本当タックスはもうコンボとか全くないのにめちゃくちゃいい勝負してるんで、学ぶことは多いはずです。あ、投げ通りますね。割と通らないイメージなんですけど、移動投げミス、移動投げできたとしても今死んでたかな。移動投げだったとしても投げれてなかったですね、今の距離は。おっさんの名前を忘れました。ごめんなさい、一人マイク握ってください握ってくださいと言われても画面が見えないのだ。頑張ってみてください。見えませんよ、心の目で。 OK。さて画面が復帰しました。序盤、見てから、余裕で無敵なんで間に合ってしまいます。マレットスマッシュ傘ね、あんまりよろしくないみたいですね。この辺タックスガードが非常に硬いです。うまいですね。今コパンか小足じゃないと今の下ダイパーは割り越えません。しかし今の場所だとブレイブダンス当たったか怪しいです。このジャンプ台形体育が非常に強い。いや、よくガードしてますよ。いや、素晴らしい。モーションの出がかりを見てちゃんとしゃがみ中パンチブレイブを最速で入れ込みました。あそこ確認したら出せ、つながりません。意外とダッシュ投げが通るんですね。自分がやってると結構その置き技で潰されてる感はあるんですけど、タックスのダッシュ投げが通るといったところですね。このしゃがみ中パンチとかで止められちゃうイメージがあってあんまやってないですよね。やっぱりダッシュ中パン、ダッシュ移動投げ適宜
まあ危ないけどやっていかなきゃいけないなという感じですかね。いや非常にガード硬いですねタックス、すごいな、ちょっと見習わなきゃ。あー危なかった今、あバカ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 と言ってしまったが、ガードしてもブレイブダンスのチャンスだったんですけどわざわざブロッキングして激安でした。ちなみに消化が引かないさすがに、なんとハンデを背負って戦っていたロシさん、ああなんとロシヒカリさん弱 K が効かないのにタックスさんに勝っていた。どうもボタンが直ったみたいですね、早いです。さてこの試合も注目していきたいですね。普段自分と私厚刈りとやっておる荒木タックス戦でも、まあ、ある程度は、まあ、全く違うタイプのエレナなんですが生かしていただきたい。お見事、しかし二の矢がない、体育失敗、うーん体育したかったですね今のは。ちょっとね誠エレナ荒木さんによくすごい辛いって言う、荒木さんがよく辛いって言うんですけど、なんかうまくアドバイスできなくて今日でなんか分かるといいなと。最速投げをよくこすってなあ。あーまあ立ち番茶よろしくないです。さて本気になったロシヒカリさん、まあなんかヤンセンの概略としてはこのゲージためを止めるのがめちゃくちゃ大変で上から行きたくなるんだけど結構落とされやすいという。このスーラが刺さるんですけど特に置き攻め本当はないんですよね。お赤風呂を狙っていったのかな今。まあこれは確定ではないですがしょうがない。おちょっと小足が速すぎるように見えましたがちゃんと地上でヒットしてますね、すごいな。やっぱやり慣れてるんでしょうね。しかしいやまあ確実性を取って投げにしましたがまあ本当は壊す立ち弱系昇竜あたりにする手癖をつけた方が。あーわざわざ安い方を選んでしまった。普通にしゃがみ中パンチが入る場面でしたね。なんかタックスの方が自分よりもライシマ覇権のブッパを避けれているというか飛び後早めに飛ぶことによってまあブッパを避けるっていう
ょっと自分は引きつけすぎて逆に避けれなかったりするんですけど、いやかなり盤石な立ち回りでしたね。さすがタックスといったところです。もうちょっと何試合か見てタックスの考えていることを解き明かせればなと思ってますね。垂直ジャンプ、あーまあな、昇竜拳を打っていただきたいですね本当は。おお、スタンさせている。よくわからんわからんと言っちゃダメだ。頑張って解明しなくてはいけない。まあスタンチ重視っていう面はあるのかな。いやうまい、やっぱこのブロッキングがうまいですね本当に。まあヤンセに限らずジャンプ攻撃のブロッキングが要所でうまいんですよねタックスは。暴れていく、まだ、あーその飛び越えは意味、全く意味がないのでやめた方がいいと思う。さあ必要な下段攻め、アーチで避けてもヤンは無傷の下段攻め。こういうところで下風呂とかアーチ以外のタックもできないと厳しいんですが、ちょっとタックスはあんまり下風呂仕込むタイプではありません。うーん、リバース歩いて移動投げ素晴らしい。ロシさんはなんかコマミスでしょうか。 EX、 なんか普通にブロッキングして良かった気がしますね。前かしたら良かったと思います。置き攻めが通ってますね。そしてロシさんゲージがないわけで話もできない。うわ素晴らしい、2連勝ですかね。まあヤンセンはもうタックスさんのプレイングをみんなエレナ使い参考にすべきということが今明確になりましたね。と言っても今何を真似したらいいかちょっとまだ解読しきれてないんですけども、なんかね、なんというかラウンドアーチとか立ち台系で相性勝ち、技相性勝ちしてるように見せかけて要所で走り込んだり、走り込みからダメージも取れてましたよね。その辺見習いたいところですね。さて荒木も頑張ってほしい。いやーうまいんですけどね、さすがにダッシュ小足のフレームになってなかったですね、スライディングスカリに対して。全然死なないんでこっから荒木はある程度攻めていかないと。おお投げは取った。うまい、あの高めジャンプタイパンがかなり強いです。さあ美味しいが荒木はこういう男なのでミスる。しかしスタン、あ遅いぞこれは。あでも間に合った。大湯らしい、タックスの大湯らしいで荒木がミスりました。これも割と面白い組み合わせですよね。カリオさん対荒木さん、もう同郷の対決でございますから、もうやり慣れたものです。もう一回タックスの試合を見たいんだけど、まあいいか。
そのうちまたなるでしょう、タックスの対戦に。あ、下を打ってしまった。いいのが決まったけど、そうですか、なるほど。ブロッキング頑張るしかなかったですかね、最後の置き攻め。ジャクトさんも暗転後にブロッキングできるんすかね、ちょっとはあんまり知識がないものでわかんないですが、おお、非常に Q の壊しが強い。8弱系と壊しはどうも誠戦ガチのようですが、ミスってしまった。あ、 SA を使わないんですね。使ってもよかったと思います。もしくは EX 関連の置き攻めでもよ、 EX 関連で寝かせるのが良かったかなと思うんですが。さて怖いポイントですね。お、移動投げすると剣を避けれる。さあ厳しいぞ。お、届きました。もう分かってたかのように待ってましたね。ジャンプ中継であることが分かってないと今コマンド用意がとてもできなかったはずです。直二択食らってしまう。ここからゲージを溜め切れるか。ゲージが溜まれば Q 側もワンチャンあるが、荒木は適当に垂直ジャンプをする方針に切り替わっている。あー、ちょっと投げのタイミング悪かったですね。今は本当は投げ角だったと思います。厳しい。これ拾ってる？多分入ってる。これで一応ボリュームだから。あ、入ってんのね。はい、今日厚刈さんに負けた人です。え、でも 2-1 なんでしょ。戦績的には結構いいんじゃないの？
まあ正直まあ俺が、まあ、結局結果負けだけど、あれは勝てた。1回目は取ったんだっけ。1本目が厚刈さんで2本目が俺で、最終戦で2ラウンド目で残りまあ 0.5 割ぐらいには 0.5 割ぐらいのとこまではいったけど、そこで残念だったって。まあちょっと殺しきれなかった、殺しきれなくてって感じかな。 SA はヒーリングなんだっけ、エレナって。まあヒー、まあ俺の中ではヒー、まあ今のところヒーリングなんですけど、まあその後 BBK さんとシンタさんからお叱りを受けて、お叱り受けたんだ、それは違うっつって、ブレイそれはお前らがエレナ使いがちゃんと詰めてないというふうに言われたんで、まあちょっと今からさすがに急になんかそのちゃんとブレイブ攻略やるっていうのはちょっと時間ないから、まあクーペ後にできたらいいんじゃないんですかねみたいな感じですかね。まあ SA むずいよね、ヒーリングって強いし使いたくなるのは分かるよ。まあそのやっぱり転ばしたら即延命っていう分だから、やっぱりちょっとやりにくいと思うんですよね、そういう点は相手からしたら。次やる？いやいいよ、多分カリオは喋ってるから入っていい。じゃあ入るか。じゃあ次ということで、ダックスくんが入ります。今日のセカンドビギナーズハイみたいな感じで、お互いヒーリングですね。じゃあちょっと僕はよくわかんないで、この組み合わせ適当なこと喋ります。さあ色はまあおなじみの青いのとピンクのです。インランナー4とスポーツ少女って感じなんですかね、よくわかんないです組み合わせ的には。さあさあ、とりあえず体力はタックスくんがリードして、ああまあ一応タックスくんリードブロったけどかぶらない。ああ当たらないのね、チビキャラだから。ああ多分なんかミスりましたね、なんだろう、ダッシュ昇竜とか出なかったんですかね。うわあの技が強い、ああ最強。さあさあ、俺を一軍に入れろとばかりの昇竜拳。ゲージあるしタックスくんがすごくいい状況でセカンドラウンドいけてますね。これうまく立ち回るといいんだけど、投げて対空、反対空強いっすね。昇竜拳で EX 扱っていくでしょ。おい、え多分なんかこれ妥協っぽい、しかし回収はしているから強い。あ JP とフィルが来ましたね。JP フィルオシャマンボさんが来ました。ごめんなさい、ちょっとリスト名前書いてたんでちょっと何も喋れなくてごめんなさい。おおタックスくんが勝ったということで、じゃあ次借りようぜ。タックスは強かったです。強いですね、さすがです。ちょっと新しいことを試そうとしてダメでした。やっぱり壊しによってラウンドアーチがスカるんで、そこに技させるはずなんで、ちょっともう一回頑張りたいです。あ移動投げ届くんですね、やばいっすね。スピンサイズノーゲージだからといって安心してると、スピンサイズ EX スピンサイズの打ち切りは危ないな。タックスは意外とラウンドアーチ待ってるなって思ったら、まあ投げとか中段に切り替えていくのがうまいイメージですね。頑張ってほしいカリオさん。いや全然、いやワンブロ連突で終わりなんだけどな。勝ってた。ちょっとねワンブロエッセイできないと Q は厳しいんですよ。
結構立ち弱系の2連発が意外と対処されないので、うん、意外と対処されないんだな。ちょっとパクります。この辺は僕はもう立ち弱系全くしないか1回だけにしちゃうんで。いやー今もいろいろかくったんだが、もうこれ逃げ字使ってでも殺しに行ってほしい。ケチっちゃうと回復されてしまうぞ。やっぱり弱突が、あーか投げられてゲージ。さあタックスナメプです。回復一択です。そこはFeel to shoot, you know, our doing commentary here. Of course. Yeah. He's already shooting something. Is Feel there? Yeah, yeah, yeah. Maybe you need to turn off. Whoa. Daisuke wants you to get us doing commentary. Yeah, I'm not. Would you check the audio balance? He's turning it on, I guess. Well, we'll just start commentating, and if Phil has any problem, then he'll let us know, I guess. Who are these guys? How many guys are watching right now? Oh, geez, I don't know how to check that. It's Saturday night, so maybe more than regular days. I hope so. Is this Taxis the Elena player? Yes. Wait. Yeah, that's right. Now, find a new rival. Welcome to the world. Well, I got the picture. The Q player from earlier. Yeah? I don't know. I'm asking. It's just I'm looking at the names. Fumiya's. No, I know. Kario. Maybe, yeah, his friends. Like, maybe Fumiya's friends. Q player. Yeah, that's what I was asking. Maybe. I'm not sure. I don't know. That's why I thought. Maybe. Anyway, we've got Atsugari Makoto. Yeah. Oh, no. Oh, yeah. Atsugari Makoto. I don't know why he's playing Makoto right now. Maybe he has Elena pride. Sometimes people do this. Yeah. Elena Mirror is probably so ugly. Yeah, so I haven't seen that match in a long time. And now, when they both choose SA3, yeah, you know. My nightmare. Yeah, nightmare, and their gauges are too long, so like, touching each other in this point. Oh really? Yeah, so long, so the gauges are touching each other in like the right part of the screen, so they're touching each other. Gross. Yeah, gross. Oh boy. Well, anybody's game. Round dash. Oh. Yeah, grab dash is really good too. You win. Now, find a new rival. All right, it's the big talk in town. I really want to know so much why he chooses Super Art 1 against Elena. He always picks up. Yeah, I have no idea why. Elena, I will ask him later. Yeah, you should. Yeah, I want to know this mechanism, why he chose. I always think it's so interesting when players have like really unique super choices. Like Jiro always uses Goshoryu? Yeah. Against. But basically, he chose SA1.
to both characters. But against all of the Chinese characters, he's just the same too. Yeah. Even Chun-Li. Yeah. Unbelievable. Yeah, because, you know, Jiro looks like he really loves jumping in. Yeah. Super aggressive. Yeah. So SA2 is connected to like jumping in, even it's shallow. Yeah. But why? Maybe he chose it. There's a couple things I saw him do I thought are so sick. Yeah. When, you know, like with Gouki, if you do like a really high dive kick, you have to do Fierce Shoryu. Of course, Fierce Shoryu. Yeah. It's a basic tip as a like Gouki player. Yeah, super important. Super important. So you can do it with Super Art 2. Yeah, of course. Or same like really high Demon Flip. Yeah, the highest. I see him do that. It's so good. So good. Also, and of course you know, but if the jumping, like, that kick hits little deep, you should change the combo to like stand medium kick, Tatsu Shoryu or something. Yeah, I agree. You have to recognize if it's high or low. It's one of the hardest parts of using this dive kick. But for me, it's not so hard. Maybe it's not so hard, but just have to recognize. Yeah, it's not really that hard. Yeah. Like, I think Raigeki is way more difficult. Because you have three different versions. Yeah, Raigeki is more down. You only have to learn one with Goku. So good versus Q. Q here has a like longer gun frame. Yeah, I know, so yeah, that sucks. So against Yang is a little hard. Why Q and Ryu? It's not fair. And also Chun. Oh, well, that's good. Chun deserves it. But Chun's one is annoying because, you know, of course, we wanna, you know, make a move faster against Chun. And then when I do, like, light kick, right throw, she's still, like, guard motion. Okay, yeah. That's no fun. Can't throw, yeah, it's no fun. I forgot about that one. Looks like everything in this game, you know, helps her. Yeah, I think so too. Somehow. Oh my god. That's why I love saying shit like, I don't know, American players don't want to say like, Chun is too cheap, like high level players, they want to make excuses. And I always love, like, well, I'm not saying I'm high level, but I know a lot of these people, and I like to say, like, yeah, Chun is too cheap. I'm thinking of one person in particular, you know. I think you can guess. Yeah. I always like saying, like, yeah, Chun's too gay. Like, she's the easiest character of the game, you know. You're mentioning the player in cube, in foreigner, foreigner cube player. Perhaps. Yes. Okay. Perhaps. Starting with F. No. Oh no. Another player. I'm talking about Chun. I don't care about Chun Li when I play against Fernando. I just care about Fernando because I hate how Fernando plays. But he's not good with Chun. It's just like Chun winning. Yeah. But I more hate people that are good with Chun. Okay. So it is a foreigner player. Wow, that is to be expected. Sambu is pretty good against Makoto too. Yeah. Her big fat crouching hitbox. Which is a shame because it's looks like she's a skinny girl. Yeah. Maybe her clothes makes her fat. But very good animation though. Dude, I know. Yeah. Third Strike looks like so nice art style. Yeah. Even today. That's why, you know, Capcom
needed to like develop with very high cost for this game. That's what I've heard. Yeah. Well, thank you, Capcom. You used to be good. American Capcom. Yeah, you used to be good. Yeah. Thanks, Capcom. Just a minute ago, me and Daisuke were watching Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, yeah. And the end, the guy was fighting against Mecha Akuma. Mecha Akuma. That's a memory of the old days. Yeah, yeah. Memory. Our teenage's memory. Yeah, exactly. Now we gotta watch some quite terrible games. But also, Third Strike is our teenage memory. Yeah, so, I know, yes. Yeah. I was thinking, oh, I'm saying a little weird thing because, you know, what we are watching right now is like our old memory as well. So. Yeah, just also we were playing like 2 days ago, so yeah. It doesn't feel like it's that old. Prepare to strike now. Boom, 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 boom. Yeah, I don't know if you ever do this. Like, when you watch really old videos, like 2000, 2001. Yeah. Like, you forget, like, wow, people were so good, like, even then. You know? Yeah. 17 years ago, like, wow, the match was sick. And he's still sick. Yeah. That's why Coop is reunion thing. Yeah, I think so too. PP. PP. You win. Pain and pleasure. First time pain, second time pleasure. Yeah, yeah. For somebody at least. Yeah. Prepare to strike. Now. Now Azari versus Roshikari. Good move. Finally, Azari can prove his pride. Yeah. Whatever that means. Azari he used to be really like crappy player. But these days he is playing like decent, I think. Much better than before. He's focusing on these like hit confirm, and he knows ground game nowadays. This is crappy though. Did you see that? I'm surprised how direct you're speaking. Yeah. I'm not a director right now. No kidding, dude. You're gonna be like the enemy of the movie. Yeah. Oh, this part I don't use. I don't use movie. Just too much. Move too fast. Before, you know, Roshikari was thinking something. Azari did decision making. He got a little too fast. Oh, big mistake. This is pretty good damage. I don't know, man. And what's next? So still, Azari has an advantage because of that gauge. Tons of meter. Yeah, tons of meter. Okay, what's next? Oh my god. Just the meaty fierce. Yeah. Now, find a new rival. Sometimes you gotta go for the most old thing. And with Yang, it's not even that bold because it's not like you can punish, you know, Toro on block. Oh, this must be a hard match again. Yeah. Of course. For Q. Q sucks. Q is good, actually.
just every other character is better. It means kills me suck. Oh no, like I think Alex sucks. I think Q is good, just many, many, many characters are better. So you think Alex is the worst in this game? No, Sean is the worst. Of course. But Sean has some strong points. Alex does too. But yeah. I don't know, who do you think are the worst characters? Of course, maybe 12, but I don't want to talk about worst characters in this game because it's really suck. And I want to say this thing to like developers. So low-tier character made this game so boring. Somehow, I know what you mean. Yeah. See, okay, this is terrible, dude. Yeah. My first coup, one of the teams we played, the first person they put up was a 12 player. Yeah. My heart sank. I think, you would lose against 12, or even at next coup, because you don't know how to deal with 12 or, these strange characters, maybe. I've gotten a lot better. Really? Yeah, man. I lived in Japan for a year and a half. Okay. So you know it? Well, how do you know if you ever know it? I mean, Yun is my best matchup, but I can't say I know it. There's probably still more to learn. Well, probably I know it. I'm sick against Yun. Not too bad against Yang either, I'll tell you that. Cool. Personally, I'm not good at Yun and Yang. I forgot how to, how to react to necessary Raigeki. I forgot. So maybe next month I will a little bit do some practice against Yun and Yang. It's definitely something that Ryu can do, for sure. Yeah. I got the Shinku the other day, man. Yeah? Yeah, anti-Raigeki Shinku, it works. Really? It was hard. Too hard. It's really hard. Find a new rival. Welcome to the world of Street Fighter. I think it's possible. Deshken did Jinrai as a punish against very far Raigeki. I saw wow. Yan did Raigeki maybe this area, and Deshken was here, and then he did Shippuden Raikaku as a punish to light Raigeki here. Wow. That is really sick. Yeah, really sick. I want to try that. Maybe that can destroy any Raigeki. Yeah. Other than Raigeki, touching, Ken. Nothing you can do there. Too hard. Are you ready? Go! He has the best Saiyan move. Wow! Big gamble. No kidding, that was so far too. Now. So far too. Oh, he did front dash. I know, he's going crazy right now. Yeah, but why is he so confident? Oh! Ah! Wow! Just getting lucky left and right, man. Jesus. Wow, these cards are... Wow!
What is going on? Oh, miss. Ah, he might still win. Oh, jeez. Anybody's. Amazing! Amazing! That was a great round. Wow. Now, of course, when you're Rossi, will do like EX. But if I were him, maybe I would do some city playing, you know, like back jump. Yeah. I'm so afraid. I would do that. Maybe Araki is so confident tonight, I don't know. He's getting so good these days. Oh, dude, for sure. Oh, sure. Ever since his trip to China. Yeah. Something changed. Yeah, exactly. Maybe a Chinese girl gave him some poison. Yeah, I think so. Yeah. Look at what poison did to Nate. Yeah. It turns everybody crazy. Oh, too deep. He did, like, air throw. Maybe he read back jump. Yeah, perhaps. Because these days, like guard jump, everybody do guard jump every moment. Yeah. Because it's so strong. Every moment. Every moment. Very strong. Yeah, I know. It's so good. Man. So good, so good. So what do you do if you know you think maybe opponents will do guard jump? What's your punish against guard jump? This is a nice subject these days. Good. That is a good subject. Yeah. So for instance, maybe knee kick, Goki's knee kick is a very good punish against guard jump. Yeah, especially like the late one that I do. Delayed one, yeah. I mean delayed one, of course. Yeah. And you love delayed knee kick. Oh, I love it, dude. Yeah. It's so good. Especially because people are always crouching when they get hit too. Yeah. And also big damage. Wanna play? Okay. Now, find a new rival. Welcome to the world of Street Fighter 3. Here are battles. Are you ready? Go! Yeah.
Now. Everyone, please enjoy. Yeah, also today is so many players. I'm very happy. Oh, sorry. You win. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. About 10 people are playing in Game Studio Cube Coins here. And this is
This is Oshamambo and this Q is Kario. Ah, Shizuoka's Q player here. Ah, otsukaresama desu. Otsukaresama desu. Hello. Hello. Please enjoy. Please enjoy today. Thank you. Thank you, thank you. Ah, Mambo, Oshamambo is so, so strong. So nice strong. Job. Yeah, so we are very angry. Yeah, yeah, so so hard. Grand matches. Yeah. Yeah. But very good player. Yeah, yeah, I think so. So violence. Yeah. Nice card. Hi. Oh. Oh. Nice card. Yeah, 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 please enjoy, nice! Maybe hit the confirm. Yeah, Washoi! yeah, he... Oshamambo is practicing the move grab. Oi! Let's find a round. Yeah, yeah. Let's go! Hey! Hey! Oh, Sharkunet! Fireball. Hey. Oh. Ah. Ah. So, Kario, oh. Kario should go. Should go. Yeah. Let's go. Oh, nice. Oh, good. Hi, hi. Washoi. Ah, nice, nice. Hi. Ah, nice jump. Oh. But it's cheap. Yeah, I think so. Yeah. Hi. 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 What? Oh, ah, maybe mistake is it. What happened? Fuck. Oh, yeah, Shaku. Yeah. Yeah, very smart choice, I see. Very smart. Yeah. Yeah, of course. Dax is here. Yeah. The next is Tux. Please enjoy. Tux. Tux Arena. Hey, please cheer him. Oh. Yeah, this pink arena is Tux. Mambo versus Tux. Hey. Oh. まだタックス君あたりもしかしたら日本人の方だったりするんですかね。まあなんか英語でもいいで全然問題ないですけど。いやナイスパーリー。はい。あーナイススタン。おはい。いやー。ナイス。おー。グッドスタン。おー。Sharpness coming. Oh yeah, well hit. And up, hey. But in cube, Atsuya Atsugari very strong Elena player. Yeah. So you can watch the Elena playing in this stream here. Oh. Oh. He won. Next player, if who is? Let's go. Oh, Ebi go. Next is Ebi. See Ebi. Okay, next is Ebi here. Very veteran player here. Farakusa. Hi. Yeah, let's go AB, yeah, yeah. Ah, nice. Yeah, but he's so... Ah, nice. Oh, nice, die. Oi! Hi, hi. Yeah, AB has a nice smile. And AB likes whiskey, yeah. Always he drinks. Hey! 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 Ah, maybe mistake!
はいはい、ナイスさん。はいはいはい、ナイスグラブ。おお、マイス。おお、レアリー。あー、メイビーミステイクとサナミ。あー、ノットハプンとヒム。はい、あー、ホワイドンチユーズナウ、ワハプン。あー、オーマイゴーッド。横だけ騙されちゃダメよ。タックスイズラフィング。ネクストイズロシヒカリ、ロシヒカリ。いや、everyone、いや、I cannot believe him。 ロシヒカリやん、いや、one of the best young player、 いや、 OK、ファイト。はいはい、ナイスパーリー。はい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 、安全ワッツ置き攻め。はい、ナイスパッド、パッド、いやさ、えい、What? おぉ、so strong 中継。はい、あー、いや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 。What that low punch? いや、maybe only he's drinking. What then? あー、so strong that is. Go!はいはいはい、お疲れ様です。はい、あー、ラキ先生ね、どうしたの、海外でか、これはコメントは。でもなんかタックス君まだっていうコメントが来たから、日本人じゃないかと僕は疑ってるけど。ガイル212ん、ガイル212なんだ、全然知らない、何も。まあいいや。画面は切れそうだ、本当に。本当酔っ払い。あれ、あの続きに連発だ。マジ切れた。もうね、酔っ払いの動きに騙されちゃった。笑うしかない。画面は JP とトスさんかな。さあ、EX 等の予算ですし、ちゃんと2回回収してますね。ロシさんはリスク回避っていうか、なんだろう、高いリスクの行動とか取りづらい傾向がやっぱあるからね。あ、まあ、そうですね。で、低いリスクの中でもさらに次の行動をもし作っても、次の行動で回避できる、はい、ムーブを取る傾向があるから、コツとしてもすごいやりづらい。まあもうね、円安戦に関してもこの人はあの雷神マン派遣をやるんですけど、そうそうそう、さっき言ったみたいな。まあ理由の一つに挙げてたのが、うん、そのスライディングの抑止になるって言ってたので、やっぱりそのヤン側が体力奪われるのってやっぱりその。まあ、中距離、中遠距離からのこかされるムーブっていうか、そのスライディングとかが、まあ、スライディングとかからこかされて、そこから、まあ、投げ、ラウンダー、まあ、投げ打撃の2択に行かれて、まあ、そこで死んじゃうっていうデフェンスが多いと思うので、やっぱり矢も体力も食い替わらんし、例年は単発火力もあるから。そう、確かにね、スタンチも投げで結構あるし、前中だって。結構あるからね、ゴリゴリ押していけなくなる。打撃のスタンチっていうのがやっぱりエレナ本当に高いと思うんで、相当高いプレイヤーと思う。まあそれも強みの一つかなと俺は思ってます。確かに、その経路を潰すためのマッハーなんだよね。そうですね、だからまあその攻め口の一つをなくす点と、まああとは逆に打撃で、まああんまり手を出しにくくするっていう。そう、確かに。初回の方とかはあれを結構タイミングよくちゃんと飛ぶムーブがして、ちゃんと押し置きもしてたけども、やっぱあれは辛いんだね。まあそう、そう、途中からゲージ溜まってもそれをね、マッハ圏を狙うんではなくて、ちゃんとっていうか、まあ EX と振ってどっちで来るか分かんないみたいな。そうですね、まあやっぱり
まあ、逆角で読み外したら5割持ってかれるっていうのはやっぱちょっと厳しいですね。確かにね。あー高いですね。あーピー。なるほどね。まあ僕は別にそんな深く考えてやってるようなプレイヤーではないと自分では思っているので。でもまあそれでもいい方向っていうかすごくエレナっぽい動きで辛いよ。やってる方も回転してる方も。あつがりさんもあつがりさんで辛いんだけど、あつがりさんのエレナってすごいロジカルでエレナっていうよりあつがりさんっていう感じがするから。あどっちかというと。あつがりなんかあつがりさんがやってるエレナはすごくロジカルにしっかり取るところを取ってコンボも高いのを狙っていってっていう。まあそうですね。僕、うん。周りのエレナ使いはやっぱりその、うん、アズガリさんとか、うんまあ、あとオレさんみたいに理論的に動く人と、うんまあ、どっちかというと僕とか、うんまあ、あとリーナーズのチュッキンさんとかみたいに、まあ、どっちかというとちっちゃかめっちゃかタイプみたいな。あでもそっちの方がキャラクター的には合ってるような俺は気がする。キャラクター的に合ってるっていうかエレナっぽい気がする。あ結果的にそのしたかめったかの中でそのじゃんけんっていうかタクがあるからスタント投げとラウンドアーツ通ってタクを触れて動いてるわけだから。そうですね。結局相手が勝手にこっちの金に対して当たってくれてる結構ラウンドアーツランチが溜まったらまあ僕は前中パンとか、うん、確かに確かに追い詰めて前中パン振ってとかちょっと遠距離だったら若干当たらないくらいかの距離で前中継とかで距離長いので振ったりとかしてる。まああとはマレットスマッシュとか打って。あ、そう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 。マレットもまあマンボさんとかになるともう赤風呂積極的に狙ってくるっていうか取るのは苦じゃない人だからそういうのは辛いかもしれないけど。まあでもやっぱりそのしゃがみ中脱とかに対してはやっぱり僕らせでやるの強いんで。あ確かに。まあ別に素敵。できる選択肢ではないかなと僕は思う、うん、そうね、いろいろタクある中でそれをマレットを使うっていうのは全然悪くはないと思う。俺も特に EX なんてギリギリ当たるぐらいの距離だったら音がめないわけだしさ、ほぼほぼ、まあ、そのやっぱ1段2段、まあ、2段あるんで、うん、1段だけ当たるぐらいの距離でそう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 、まあ、振って、うんまあ、ブドライでもなんかまあ分かってなかったら2段と勘違いしてああそう前また入れて、まあ、また前入れてしまうって人もいるし、うん、それだけでもう攪拌がなくなるわけだもんね。まあほぼほぼかそのちゃんとキャラクターによりコントロールをできればそういう感じですが、うん、そうマレ DX マレットの初段だけしか当たらない場面っていうのが出されると本当辛いんだよね。ジャックマレットとかはそういう点は本当に有効かなって僕は思います、うん、あジャックもそうだね、確かに。えい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 、安定ドンドン。まあまあまあ、まあ、オッケーオッケー、全然オッケー。ラウンドが取れて7割ぐらいやればまあそうですね、これで何かで捕まえればほぼ瀕死の状態までは持っていけるみたいな。おっさんが精鋭使ってる中で緊急的に EX を使うっていうのはやっぱ嫌がらせっていうか向こうにストレスを与えれてるってことだから。まあそうですね、まあ、今の投げも良くて非常にそう一定ダメージを受けます、ね、これでもう捕まえるわけだけどさすがに刺さるかなと。おっさんの展開のうまさでゲージも溜まる、まあ濃さも溜まってるけどっていうところだよね。そうですね、やっぱ精鋭中は明らかなターンの入れ替えがあるから。そうですね、まあ、基本的にはやっぱガードするしかないし、この通常の膝でも相当減るっすね。そうですね、スタンチもまあまあバカにならないっすか。エネ投げのスタンチが結構エグい。あそう、まあ、3人分いるからみたいな、うん、さあワンチャンス、おー、いい差し。ああ、EX じゃなかった。多分今の予想は小足からキャンの EX だったんだろうけどっていう感じ。逆にそれが幸いしてロスさんの EX 通路を潰す形になった。ああ、惜しいところまで。冷静ですね。ね、こういうところでやっぱり
まあ、その取り乱さずにちゃんと自分がやりたいことをできるか、そう、まあ、ちゃんと読み合ってみたいな。最後の中圧討論なんてもう削りでも全然いいや的なあれで追い詰めてるムーブだからね、そこもやっぱ落ち着いてたよね。やっぱりそういったメンタル面がやっぱり上級者たちはありますね。ね、さあこれはいい勝負になるはず。キャラクター的にはね、ウィル、ウィルか、ウィル。これはビオリそうなよか、ビオリはしないかな、しないか、まあしっかりと削り切る。10万点ぐらい入りましたか。やばいね、33ヒットってね。さあ無敵はないけどしっかり見て、いやー、ここからのカット。さあ相手がしゃがみなのをいくことにリーフと扇風脚で削る、ね、意外とユンヤンの扇風脚マジで見えないです。そうユンヤンの扇風脚はもうなんだろう、精鋭と現役人はどっちにしても見づらいし、リーフはギリギリガードできるけど扇風脚の方が早いからやっぱガードはできないよね。しながらないにしてもそこからまた同じようなタック振られると、そうっすね、補正切りと同じようになっちゃうからさ、はいはい、次あたり行く。インディオフリップなんだからどんどんやろうぜ。そうですけど、もう一台も空いてるし。だって今度は？今度はフェルナンド。フェルナンドか。そうです。なんだろう、フェルナンドのザットリーはどっちかというとザットリーっていうよりフェルナンドっていうキャラクターだから。これはまたこれはバインさんですみたいな感じ。そう、それに近いと思う。だからなんか何が起こるか分かんないよ。フェルナンドを知ってる人間だったらしょれるかもしれないけどもっていう感じだね。ああ、なるほどね。やっぱ海外勢って、うん、なんか結構独特な動きをするイメージが僕はやっぱあるんですよ。ある、確かにある。なんか、なんだろうななんか、あんまりセオリーのない、セオリーにはないような行動を、うん、海外では結構多く振ってくるかなって印象があって、確かにね。でそれでなんか最初の方は分からずに、え、何してんのこいつみたいな感じで、まあ死んでくって展開も若干多いかなって僕は気がします。まあでも逆に言っちまえば分かんないもんは多分海外で分かんないんで、そういった点ではエレナはまだマシなのかなって。分からない分こっちがやりたいことをやっていこうみたいな、とりあえずでなんか処理できる場面は処理するムーブをして、いいよいいよ、まあ、まあちょっとそういったキャラの上手っていう点ではエレナはあるかな。あ、やっぱりね、関東以外はあんまりいないんで、あ、そっか、やっぱまあ地方だと、まあ名古屋に鉄平さんがいるけど、鉄平さんは最近なんかほとんどあんまやってない。鉄平さんをやるときも本当あんまりエレナ使わないみたいだし、まあ、あと地方勢でいうと、まあオロナさんは北九州だし、あとはまあ鹿児島のボイラーさんとか、まあ、あと関西にも大根おろさんという人もいますし、あと名古屋に森岡さんという方もいるんで、まあでもそんなもんかなって感じですね。あと大体みんな関東圏にいるかな。そっかそっか。でも聞くとエレナ相当多いね。そうっすね、まあ、今年プレクープ3チーム組めそうなので。あ、すごいね、3チームって結構な量だよね。まあ、まあ、ちょっとゲットコミーな部分はありますけど、まあでも多分来年の日程が、まあ、相当早くなければ多分来年は、うん、本キャラ、ちゃんと本キャラエレナって人らが15人は集まるとは思いますか。すげー、おっと、ナイスキャッチでダーン。はい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 、はい、あ、さあダブルを率先して狙っていくフリップならではの、なんか確率に取った方がいいと思うんだけどな。まあでもフリップだからな、ロジエだし、練習と思った方がいいのかな。練習としてやるのはいいと思うよ。
あそこで普通に剣チェストチェストでもダメージ的にはいいし、まあカラクサスタートだからダメージはそこまで美味しくないって考えるとダブルを狙っていっても全然いい。まあ確かに、まあ大吹き上げ大パンでも悪くはないけど、その後の攻めがちょっと空いちゃうから。おお、今のはいい、今のはいい話ですね。いや、まあロスさん自身も1本使わせてって思うんだったらいいのかもしれないし、ロスさんに安易にゲージを溜めさせるっていうか触らせるムーブをしないのが一番いいんだろうけど、まあ、ね、まあ、今年はね、ちゃんとなんかそのヤンの周りの範囲外からちゃんとなんかロケを伸ばして、うん、チケットのダメージを取ってってってことが、そうそうそう、しゃがみ中パンからの早手、刺しから、刺してからの早手、チェストを打ってっていうのが一番スマートなやり方なんだけど、それをやっぱさせないとばかりの縦回りとかもしてくるから、やっぱね、おーっとすごいところに当たって、あとこれスタンしたな、違う、あー EX が出なかった、 EX 前ジャックキックで多分今のスタンしてた、あーもったいないな、惜しい、やろ、じゃあやろっかなと思ったけど海外勢が、そう今のも分かりやすくて、あそこでためチェストだったら、はいはい、あえて使わなかったってなんだけど、今の中チェストが速攻で出てたから、多分本当に EX が出なかったパターンだ。あーなるほど、マカトは何気に大パンチからいい、なんか EX 打たない時でスタンチをためる、中パン中の早手を若干ためるとスタンチも若干お得になるっていう、はいはい、あーなるほど、出なかったものはまあしょうがない。さあデビよく見ているコロコロで脱出。なんか結構いいんすかね、 EX コロコロは緊急脱出にはあんまり見ないイメージはありますけど、相手が飛んでるところを見たら全然いいのかもしれないよね。浮いた瞬間にもう入れ込んじゃえば、無敵はないけど発生自体が早いから、ああなるほど、ディープだってあれ抜けれるはずだしね。まあゲージのないアシュラみたいなもんか、あゲージあるアシュラみたいなもんか、まあでも、まあ、あれやるとね、エリナがラウンドアーチ振ってると疲れるんだ、疲れるんすよね。なるほどね、どっかにフライアウェイしていくわけで痛いよ、まあ、まあだからまあとは言ってもエレナ側に感がないんで、まあ結局逃げれるは逃げれるんですけどね。確かに、まあそっか、そうなると逃がしちゃうのは結構つらみだね。あれまああんまロスさんはさすがに使わないんで、やっぱ雷神の逆策の方がやっぱ美味しいと思う。あ確かに強いな、強い、入ろう、さあ配信の方、ディスプレイタクシーレナお疲れ様です、カリオ君登場、ライルさんマンボさんの竜、なんか竜っぽくないっていうか圧がすごいでしょいやめっちゃ前にって感じですね。いやでも強かった、強い、竜というキャラクターでマンボさんという強キャラを相手してるっていうことありますね、黒田が隠しキャラ、この球黒田使ってるなみたいな、そうもうすごい強いんだよね、あのジャックパンツとか連打してるのはあそこでなんか相手の行動とかを見てどうするとかコマンド仕込んでるっていうのがあるから、はいはい、マットバッターでダッシュするとあそこで EX 昇竜とか飛んでくるから、へ、ね、しかも確定で打ち込んできたりするから、マジっすかそれ、うん、なんかリズムでポンポンポンって壊す、コパン振っといて、そうそうそう、相手の行動を見て昇竜入力してもう1個ボタン同乗するみたいな感じですか、やばいっすねその入力方法、革新的すぎる、やばい、壊しとか擦ってる時も結構そういう場面多かったりするからね、壊しを止めるんじゃなくて見せておいてダッシュしてきたところを刈り取るっていう、はいはいはい、なるほど、さあさあ結構減るで半分取って、やっぱロスさんノーゲージが上手すぎて、そうやっぱヤンってあの適当な壊しとか中足とかから EX 再放でテンポ取りに来るじゃないですか、うん、そういうのやんないですよねロスさん、そうマジでちゃんとノーゲージで戦うのが超かっこいい、ノーゲージでゲージを溜めながらちゃんとダメージを取るっていうか、
そうだよね、それがすごい上手い。もうマジでノーゲージ最強だと思います、ロスさんは。あの対空の中足重ねもさ、結構やばい、高め出しかなんかを見てみたいな、あれでまあ覇権打ったりとかもするし、ああ届かない。あれ生でブレイブっても届かないですかね。ブレイブは届くかもしんないけど、アツガリさんの話だと安定だとなんか壊しとかを重ねるぐらいしかないんじゃって。まあ一回しゃがみ大パンチの中パンチだっけ、あれ大パンチっすよね、確か大パンチの初段ブロった後に壊し届いてなかったっぽいんで、そしたらもうブレイブ打つしかないのかなって。あー確かに、あれしゃがみぐらいだから多分結構減りますよね。初段しゃがみスタートだからまあまあ4割ぐらいは持っていけるはずなんだよね。全然違うんだったら5割まではいかないか、でもそのぐらいは持っていけるパーソン。やりすぎたー、あーああら、ワンブローで負ける。カリオカリオ Q、 グッパーリー、セイエーレバーニュートラルスルー。Thank you, very good choice. Say a Ambu. Young friends, very many. Oh.超強いよ、超強いよ、超強い。やっぱ全部使われると Q が固まるしかなくなっちゃうんだよね。俺は地元のヤン使いによく言ってるんですよ、これ 100% 精鋭だぞって買えないんですよね、なんでだろうね。一生なんだっけあれ、トロ、なんだっけ、何でしたっけ、トロで、トロのやつ、トロをいっぱい入れてるやつで天身天球体 か、一生天身なんですよね。まあ、天身でも悪くはないとは思うけど、さっきロスさんとも話したんですけど、キューヤンは天身だったら五分だ、マジで五分だと思う、俺も五分だと思います。なんか圧倒的に絶対に固まらないといけない場面が急にあるっていうのが相当辛い。でもあれ取ってもいいことないし、そう別に腹部確定するわけでもなんでもないですよね、あれ。うん、もっと起き上がり弾なんだろうって離したぐらいしかないわけじゃん。離したところで初弾が当たってあとは相打ちになるみたいな、何の場面もないよね。Q ってしゃがみでマイナーに増えるんですよ、ガードフレームが。あ、そう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 。で、それがあるからヤンの固めがすごい機能するっていうので、結構世間的にはヤン有利って言われがちなカードなんですけど、でも天身だとヤンもいっぱい読み勝たないといけないんで、その分ワンブロック部で終わっちゃうよねっていう、まあ、そういうので5分なんですよね。っていうところを正だと
いっぱい固められてゲージすぐ溜まっちゃうから、あの精鋭がすごい早く溜まるし、あ確かに精鋭だとマジでワンブロからのワンチャンスがなくなっちゃうんで、あロジタンの触り方のうまさもあるんだよね。あそれは間違いないです。コンテじゃないにしても触り方がうまいから、でそれを嫌がってさらにダメージも食らうし、気づいたらすぐ精鋭発動みたいなさですね。無理やり発動してこないっていうか、無理やり触りに来ないですよね。そう、ちゃんと足キャンセルで発動したところで、なんだろう、その後にしゃがみダイパンを置いてから手を出せないようにして灯籠で落ちてくるとか、ね、ケアがしっかりしてるんだよね。でノーゲージでゲージない時も精鋭の溜め方もめちゃくちゃうまくて、そう安易に技重ねてこないんですよね。そうロスさんに言わせたら多分安定行動だよみたいな見て、なんだろう、ほんと適当、いい意味で適当っていう、適した対応してるだけっていうのかもしれないけども、さっきもなんだろう、ラウンドスタートあたりであったさ、飛びが入って宙が入ってすぐ灯籠に行くわけでもなく、宙足をさらに刻んで灯籠でさらにゲージを貯めるみたいなさ、その有利を取ってからダメージをすぐ、まあ、取りに行くのも正解なんだろうけど、ゲージを作ってさらに圧をかけてダメージをより一層取りに行きやすい場面を作るっていうのがすごくうまい。おーたっ、さあこれは取りたい、このゲーラウンドは取りたいが、取りたい、まあ、ロスさんにしてもこのラウンドは一撃圏内まで持っていってですね、あわよくばゲージを使わせて終わらせたい。さあこれ圏内なんかだったら死ぬ、あファイナルラウンド、ゴー。ターゲット、このターゲットも速いし、近距離だとダウンも取れるっていうのがやっぱいいですね。そこまで使う人もやっぱ少ないけど、まあ、そもそもマハケンがロスさんしか使ってるの俺見たことないんで、俺もああ見えない、惜しい、今ジャック K が出なかった最後振らせて中止、これは取れない。 You winさあ、荒木誠、ファイトウィン、ゲージ、Good jump. Araki. Oh, stand. Oh, logically good play. Let's go, Araki. Oh, good Oroshi. Tsurugi. Oh.フロントパーリー、トロー、おーい、グッド吹き上げ、アラキー、いやー、おー、ディスエンド、Hey, hey. ロシヒカリヤン、very strong. Next, アツガリ、maybe エレナ。Sorry. Yeah, but yeah, I tried dash again. Yeah. So feeling nice. Feeling so nice.
Wow, 15 wins. アトガリさんのエリナってなんかなんだろう、ロッタイロスさんのところだとタッチジャックをさ空振る位置でも置いておいたりとかするよね。まあやっぱ強いんでしょうね。でもなんか灯籠に負けるんじゃないかなっていうイメージはあるんですけど、そう灯籠には多分負けるんだけど中足かなんかは潰すんだよ多分。あそういうことなんですか、ね、そんな気はする。まあ、きっと灯籠だと単発確認できないから2発目出させて確定取るとなんですかね。の可能性はあると思う。ありそうですよね。あれが強いですね。あれの仕置きがなかなかむずいと思うんですけど、ストリークってどういう意味なんだろうな。いや、ストリーク荒木で書いてるのなんだろう。僕は基本ボキャブラリーがないので調べないとわからない。でも楽しんでもらえてるならいい。いやらしい。おー、あの血は天心魔法剣。あー、猛スピードとかそういう意味っぽい。猛攻とかきっとそういう意味なんでしょう。多分ね、ラッシュみたいな感じだよね、はい。本当はあれでスタンする状況にしたかったんですけど、そんな余裕がなかったです、なんか精神的に。まあ、ロシさんは飛びが多かったので。あ、しかし ロシさんの様子見がうまいです ね。下がってゲージ溜めて、こっからあーうまい、でこっからもう死ぬ回でくる。うわー最強。見てからデストロング。え？ Next turn。まあ今日も盛況なキューブで2連続エレナっていうのがレア、通常のゲーセンだとレア現象が。さあ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 、この口のマーク面白いですね。やっちまった感じです。確かに。しかしガイルさんコメントサンキュー、サンキューフォーヤーコメントガイルって感じ。ワンちゃん日本人説を考えますけど、まあ分かんないです。もう分かんない。結構なんか英語のコメントしかくれないけど日本人だってこともあるみたいなんで、はい。あでもそうか、向こうのチャットをやってるとローとかも使うか、はい。向こう特有だと思ってた。あつかりさんっていうか、ロシさんあれがすごいですよね。うまい。下風呂取らせないっていうか、そう取らせないっていう。はい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 、最強じゃないっすよ。イエストロング。で次はカリオです。カリオキュー。タートリングプレイヤーメイビーナイスディフェンス。レッドキュー、いやルクソナイス、ソークール、アイスイン。はいはいはい、あ補正切りとかって英語で何て言うんでしょうね。なんだろうね、全然わかんないです。補正がわかんないからね。ホワイトキューって誰ですか。ああ見た目なのかな。アイスティアイスティアイスティアイスサムタイムズフェルナンドユーズホワイトキュー。いや、あと原さんとか、原さん最近アラパーさんはあの金色ですね。金色か。白っていうとアウトさんとかそば屋さんとかですかね。僕もキューは詳しくないんであれですけど、マコト使ってると気を使いに嫌われる。ある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 です。まあしゃーないっす、宿命です。あーうまい、ナイスリープ S。 わーお、いやー That was so nice。 いやストロング、ストロングボディブロー、ストロング。発音がむずいってストロングって。ナイス、はい。あー投げこするのが良くないですね、あいつは。の状況すぐな、あースタン
これでピオリーチからのさ、さらに固めてあっという間にゲージが7割。ゲージ溜まるんですよね、これで。これは強いですよね。しゃがみ大一般コーションダイレクトでいく。これはもう死なない。あ、ちょっと入力遅れたかな。まあでも全然問題ないですからね、これで。中盤体育が強いですね。多分あれを体からプロ取ること前提で、まあ、相手依存だけど、それでブロッキングをぶち込まないとダメなんだね。まあ、ブロッキングしつつ歩いて何も出さなかったら裏回るとかあるんじゃないですか。あ、なんか、ま、誠にもそういうテクがあるって確か昔知ってた気がするんで、違ったらごめんなさい。誠の垂直ジャンプに対してもあれがあるから、その場合はもうブロを入れるムーブと剣、はいはいはい、大剣でも本当遅らせてやるっていうムーブを使って、その、なんだろう、種類増やしていかないと多分ダメなんだよ、ね。まあ、むしろジャンショーケーとかでもありだ気がしないじゃないですか。ジャンショーケー当てはありだと結構強いですよね。あ、結構回でも固まるんで、そう、はい。あ、ピシーなんか、はい、ダメージ。JP がマイク持ちたいですか。もうじゃあ JP が次に受けてみましょう。まあやっぱ英語の実況もあった方がスイッチですし、日本語の実況なんてニュートンとかで見ればいい話ですね。JP マイクやってねって言うから、プリーズコメンテーターとか言えば多分通じます。まあでも乗り合いしたいかもしれないから、まあ分かんないですけど、まあまあ、まあ、エビさんもそろそろやった方がさすがに。こんな時間かよ。さあさあ、あー当たらない。ノットリンクです。はい、ナイスクラッ。はい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 、いやーニアスタンナイス。あーソファー、あースタン、わっしょい、あーわっしょい。あーじゃあエビスタン行きます。あーいいえ、ウィルが行く。大丈夫、いやいや、19 wins here. So strong he is here. はい、but yeah, but Makoto is a strong character. So yeah, maybe we can do it here. はい、はい、はい、ナイス。はい、はい。ああ、はいはい、はいはいはい、ああ、厳しいっすね。ソースパイシーを中断が見えない。まあ、適当な日本語の実況で、まあ、あれごめんなさいですけど、いやでもまだ土佐波ゲージがないのが辛いか。でもこれはゲージ溜めて使ってばいいから、よくしましょう。ああ。ということ、いや、ナイス。で、置き攻めしたいけど、ちょっと遠かった。ああ、うまい。ちょっと待って、ディレイかけたのかな、あれは。ナイスガードしたけども、で、まだだ、ああ、ナイスガード。ああ、多分ミスティック。ああ、ちょっと無理かけんのいかな、あれは。ああ、前だいっぱい。テスト貯めて、あーあー、2ヒットしちゃった。ナイスガード、ゲージないよヤンには。あー、ミスター EX スルギミスりましたね。おー、ナイス暴れからの、あー危なかったですね、今バレてましたね完全に。ラッキーです。開幕とさ話してもいいよ。さすがに、あーナイスジャンプ。そう、当然ダブル吹き上げをしたい、ダブル吹き上げをしたいんだけども、厳しい。さすがにそんな前にはいてくれない。ナイスガード、はい、
さあ前方天心からの前傾が強い。あー見えない、あの中段オーバーヘッドがマジ見えない。いやいやいや、そうそうディフィカルトガード。いやチョイスミス、メニーメニーチョイスミス。ネクストイズフェルナンド。なんだろう、途中までなんかロシさんが嫌がる行動ある程度できたかなと思ったけど、序盤は良かったんですけど対応されちゃってきたのかな。操作ミスが多かった。あ上り切れるから全部剣 EX 剣だもんね。出ないってまあだろうなと思ってあの状況でマイジャンプだけど。さあフェルナンドがアメリカの意地を見せていきたい。アメリカの暴力の象徴が行くけど、やっぱ選球隊は隙がない。フェルナンドプレイキャラクターダトリーノー。 This character is フェルナンド。フェルナンド、あーナイスナイスアンチ。アデオブローすると一応台から確定するのか。台台するんじゃないんですかね。一応ね、もしかしたら遠くてダメとかあるかもしれないですけど。しゃがみヘル逃げれないからの投げて、おい、あちょっと遠かったっすね。でもこの暴力の象徴をゲージを使わない、ゲージを使わない。スマートになりました。スマートフォンです、スマートフォン、スマートフォンベルって言いづらいんでスマートフォンですよ。あ長い中足が長いからの、あ、話したけど当たらない。今なんか分身にやってました今、うん、ロシさんもさっきあれでこかされてちょっと嫌っていうか無駄遣いしたかなみたいなあれがあったのかも、まあ、うまくそれで使わせてっていう話が。そうそうそう、さあ全部使ってしまって空っぽ。ヤン私、ヤンとかユン私最後はしゃがんでると当たんないんだかなんだかって聞いたんで、まあしょうがないっすね。次は厚刈りさんがいきます。厚刈りカリエレナ前のライブからスンカサンウィンしてます。おお配信台でやれまあしゃあない、まあしょうがないね。なんかこう21ウィンなんですよ。おーや、トレーティングはJP なんか今台に座ってから社会の窓を閉めてたけど全開で座ってたのかないやきっとそうなんじゃないですか。俺のを見ろと、俺のタートルヘッドを見ろと強いな。なんだろう、EX 出なかったけどボタンかなんか押してたんでしょうか。つながりました。あとコンボになります。まあ代用だろうね。今なんかしゃがみの攻撃に狙撃乗っかって勝ちましたね。やばいね。そういう意味だとこのスピーニングビートもいいよね。まあ、空中でもある程度拾える。そうそうそう、強いですね。やっぱ空中空ぐらいでもまあ最低限のダメージは取れるっていう。あとゲージ EX に回せるっていうのも痛いな。うまい、EX に回せて発生も早い、はい、なんか早いらしいですよ、ね、はいはい、根元はすごい早いと思った。あ、まあまあ、それで空中でもある程度当たるっていうのはやっぱ良いですよね。もうダックスンが多分 4連勝か5連勝してます、ね、はいはいはい、はい、今精鋭するかどうかゲージ見えてましたねはい、あ今のあ難しいですね、あのタイミング。あ今ダイパンエレナ当たってませんでした。ナイスガード。うわ変な当たりました。あ厳しい。これは死にリーチで、リーチどうすんだ。一体エスケープ、ちょっとエスケープ。うわ遠かった。でもこれガード、はい、死なないけど、死なないけど、最強グッスルー。いっちゃい。じゃあ僕いっちゃい。ネクスト、荒木まこと VS 厚刈りエレナ。
マレットマレットマレット辛くさ大パンチェストチェストまで回復おおラウンドアーチディストロングアスカイプッシュPushes both times to top kick only. Oh, dive bomb pistol. Oh, double up. Next, Araki Makoto versus Tux Arena. Tux.Prepare to strike now. Hey, nice hitting. Oh.Good mallet. Oh. Oh, Karakusa. Be strong.And yeah, after 5 minutes, this is closing. This will be closing time. So yeah, last 5 minutes.まあ、ということで日本語に戻してエビさん VS タックスくんです。いやー厳しいなー。あー最強キック裏行っちゃった。おおろしダム EX 出なかったね。うおてか EX 受け上げも当たんないとあの技強いっすね。うわ大パン、多分大パントサだったのかな、わかんないっすね。あー最強キック、あのロッキック強いっすね。ヨーブロかとはいえなんか発生早そうだし、なんか強いですよあのアゾン。うわ大パンマジか、すげえな。あー差し返しはちょっと厳しいですね。あの技できないとは言いませんが、やっぱきついっすね簡単ではないと思います。あー大強強いよ。うわーマジで最強、あキャラさ、あーミスった、コンボが下手。あー多分ラウンド足読みだったんですけど、
あ、ドキ上げだったんですか。ロシさんが入りました。ハイハイ勢は完全に休憩状態です。ラストマッチ、ファイターズレディエンゲージ。さあさあさあ、さあさあラスト2マッチでタックス君が2ウィンしててどうなるのかな。まあ順当っていう言い方悪いですけど、さっきまでの流れ見るとやっぱロシさんが勝つのかなっていう、ちょっとどうかったのかな、わかんないですね。さあどうする、強い、あのキックが強い。さあさあ、あ、最強、あの技、まああの技ガードされてもいいっていうのは強いですよね。そこそこ減るし、まあゲージ長いのは残念な気がしないでもないですけど、ああロよくブロったね今の前。ああ最強。キックからのよくブロったすごい。で P ヘで攻撃力アップしていく、多分攻撃力だと思います、違ったらごめんなさい、違ったらコメントで修正してほしいけど、あ終わった残念。これラストということで This is last match、 yeah, Please enjoy our last match、 yeah.What's in it? さあさあ頑張ってほしいカリオさん、静岡の星、シューティングスターカリオ、ゴーゴーゴーシューティングスターシューティングスターカリオ、シューティングスターカリオ頑張って。さあすごい苦い顔をしていますが、きっとカリオさん的にはシューティングスターよりもスピードスターの方がきっといいんでしょう、彼ポケモンすごい好きなんで。さあさあちょっと序盤から厳しい、体力負けてる上にゲージが溜まっちゃって、さあどうする、カリオさん防御が硬いことには定評があるカリオさんが崩されてって言って、でもう溜まって PP は避けたい、 PP は避けたかった、これは死ぬのか、死なないけど補正切ってった、残念、オーマイガード、あああラスト、終わり終わり終わり、ラストにふさわしい試合だった。いやいや、サンキューフォーヤーウォッチング、いやタックス、タックスミステイク、あスタートボタン、いやそうドンウォーリー、いやイッザットザッザットワズラストマジや、しょいやサンキューフォーヤーウォッチング、see you next streaming、あいや、オッケーオッケー。 Do you have any comment? No? Of course, thank you so much for watching. I don't think anybody was sending any comments when I was commentating, but I appreciate you tuning in even for the end. And I hope to see you in the comment section and in the viewers' numbers again next time we play. And thank you, Araki, for streaming. Yeah, yeah, yeah. Thank you for... Of course. And 200 yen. 200, yeah. Por favor. Yeah, actually, por favor means please.
I'm giving it to you though. Ah, okay, okay. Yeah, thanks. Thanks, Sid. Yeah. So thank you for watching. See you. Yeah, no, you are 100. So you came out to, yeah, sorry, I think so, yeah. So give me 100, yeah. So thank you for watching. Yeah, see you. I'm appreciate for you watching. See you. Good night.